ち、はい、今日はチキンのトマト煮を作っていきたいなと思います。はい、使うのはこちら、トマト、トマト、トマトのパックです。はい、一番の見どころはここ、新しいフライパンです。水色かわいいでしょ。はい、まずは鶏もも肉をね、一口大に切っていきます。はい、そしたら次玉ねぎも一口大かな、1、2センチくらいに切っていきます。彩り的にピーマンがあるといいなと思ったのですが、なかったので、あかねはキャベツを入れることにしました。はい、お肉から焼いていきます。しっかり焼き色がついて中まで火が通ったかなと思ったら一度上げて、次玉ねぎを焼いていきます。玉ねぎは一度蓋をして蒸し焼きにします。はい、そしたら次見ててください、この香りの練習の成果を。できてたのかな、コツを教えてほしいなと思います。はい、そしたらキャベツを入れたら、トマトのパックを投入。そこにお水を1/2カップと赤ワインを大さじ2入れて煮込んでいきます。鶏肉も投入。ここであかねはニンニクを入れました。はい、水気をある程度飛ぶまで煮込んだら完成です。いい感じ、美味しそう。はい、というわけで今日も一日お疲れ様でした。バイバーイ。